多いんだよ、うん、数が数がね、うん、あのクラウンとかああいうマークとかとは売れる数が違うじゃん、うん、だから そういうのがあるんだろうやっぱり、うん、スマホアプリドライブオン。もうこれ普通の人大丈夫か？天気も終わったから普通の人も大丈夫だ。うん。ね？うん。俺これも終わったから。走んのはね。なるべくエンジンまさにはしたんだけど、これ。エンジンまさにはしてたんだけど。うん、ああ。100キロ以上で走んなきゃ大丈夫だよ。もう100キロ以上で走っても大丈夫だけど、もうね、エンジンビリバリバリ使ったり、うん、なるべくエンジンブレーキもそのあんまエンジンバセリしてきたから、うん、速度変化つけて面白いぞ。普通に走ってる分には回転上がんねえけどよ、面白いよ、それはそれは楽しいよ。最初の新車の点検やったまでは丁寧に向かって。まあね、今の車は昔の自動車と違うからさ、うん、そういうそのどうのこうのって心配はないけど。うん、昔の自動車は結構あったんだよ。うん、新車からあんまりガンガン回したと、うん、来た、よっしゃよっしゃ、見事を食わせた、やったー。まあね、あとは当たり外れだよね、うん、自分の乗った車でそういうのはないけど、やっぱり同じ乗ってる中であるからね、うん、この先一般道シートベルト待ち伏せ、最近は電子ビンゴじゃん今はね、うん、だからさ、なんで何回整備しても調子悪くてさ、うん、最後はエンジン乗せ替えたけど結局はやっぱりダメなんだよな、うん、どういうわけだかわかんないけど、だから外れのが来ちゃうんだろうな、うん、乗せ替えても、うん、その乗せ替えたエンジンが当たりじゃなくて、うん、そういうもんなんだよ、うん、そうかといって車もう登録しちゃったから車取り替えるってわけにいかねえんだよ、うん、無料でそういうのはやってくれるけど、うん、そこが難しいところなんで車屋さんは、ありでしょ、でも今の保険あれじゃないから、うん、こんなにお得に安心をもっと安く、ソニー損保。はじめまして、私ミラレコと申します。ミラーだと思いました、うん、こう見えてドライブレコーダーなんです。広い視界でとっても見やすいでしょう。結局は1年も乗らないうちに取り替えちゃったけど、うん、ちょっとダメだって言って、うん、イベント記録試しじゃあ遠く行けねえって言って、そんな風に声で指示してください。原因が違うのかもしれない、ね、原因が違うのかもしれない、ね、それは分かんない、エンジンじゃなくてそのなんかその違う駆動系に問題があって、それが原因でもってエンジンが不具合起こるとか、それは分かんないけど、自分の車じゃねえからそこまでは分かんねえ、うん、ただ調子悪い調子悪いって言ってるだけで、ちゃんと来ました、乗りましたね、マコさんめっちゃ嬉しい。リムタコさんがなんかの部品がちょっとずれててね、うん、それでゼロじゃないか、それで歪みの障害者って取り替えたらもうそんなことないんだ、車はさ絶対帰りたいと思って、うん、
原価で食わせた嬉しい一年。大好きなメバル釣りで成長のきっかけをつかむことができた。なんか生産工程じゃなかったんだろうね。うん、そうでしょう。かわいい。それでほら、あのチェックするさってやっぱり何百台に1台でしょ、ああいうのは、うん、チェックするって言ったって、うん、そうちょくちょくチェックするわけじゃないでしょ、うん、だからそこだよね、うん、だからそこでやっぱり当たり外れが出ちゃうんだろう、うん、ゆっくりの中にもたまたまそれだけに共有入るギリギリだったとかね、うんうん、あれがね、うん、ちょっとでも出てれば外れんだけど入ってればね、入るからね、ちょっとね日本語的にはおかしいけどでもそんな感じよね、やるってそれが積み重なって出てるとかね、そういう車はきっとなかなか元新車の通りにはならないんだ、いくらそういうあれやっても、うん、点検しても、うん、あくまでも点検だから、うん、もっと面白い。普通エンジン乗せ替えちゃえば関係ねえと思うんだけど、うん、お父さんに言わせればエンジン乗せ替えよね、この辺ぐらいからやるか。岩崎、だから原因がエンジンじゃないのかもしれない、うん、それは分かんない、うん、水面をゆっくり近くで撮影する石波で魚を刺す。時折米の守りでルアーを漂わせるのも効果的だという。いやもう男は黙ってトップでしょ、最後はここまで来たらあとはトップしか。するとん、あ、でも進まないね、青になってもそこでパシャッとトップに出た。先頭があれか、パソコンでもやってたのが、うんうん、やってんです、パソコンじゃなくて、うん、あれでも、うん、電話こういじってたのが、うん、うわ今出たよ電話を。見ましたよ、見ました、見ましたよ。こうやってこの先端のプレス見ないから、うん、通常でもって、え、止まってていじる分には文句言われねえから。よかった、このプレス2台か。え、うん、あの右折のとこで、その車につけようとしないで。端に行ってくれたから。ああいう場合なんか知んないけど、あそこ到着してみるじゃん。うん、前もっと前に出るよとか、端につけると思うのよ。よっしゃ、出た。よっしゃ、よっしゃ。岩崎、トップで食わせた。出ましたね、トップに。プリウスだってみんながみんな変な運転手じゃねえもん、うん、ただプリウス乗ってる人がそういう人が多いってことだ、うん、なんだか知んねえけど、それでじいさまがプリウス乗ってるのが多いんだよな、うん、今の新型は知らないけど、うん、あの最初の古いやつは、うん、あれはあれだろう、だからマーク2とかああいうの乗ってた人が燃費がいい燃費がいいってプリウスに入れ替えたんだろ、うん、要するに、うん、要は、うん、だから今乗り換えてる人、こういう新しいのに乗ってる人はそういう人じゃないんだろ、うん、新しいのね、新しいのよかって、うん、これなんかまあ最新だかどうか分かんないけど、最新じゃないけど新しいやつじゃん、うん、新しい方だね、うん、新型が出れば一番新しかったね、うん、ね、うん、今の新型の前のやつでしょ、うん、今回のプレゼントは持ち運び楽々手に優しい新脱退ハンドルと、じゃあそういう意味でさ、プリウスでみんなコンビニとか飛び込んでるのは最初のやつじゃん、うん、みんな三代目に、うん、3代目のやつに、うん、こういう形になってから、うん、あのうちの駐車場に止まってるタイプのやつ、うん、2台止まってんじゃん、うん、あのタイプのやつ、うん、最高の瞬間を感じるフィールアライブの台あれどっちが新しいんだか知らないけど、これスポンサーの提供でお送りしました。ホイールが違うから違うんだよな、うん、年式がでも両方ともあのいいやつじゃないんだよな、うん、ライトが LL じゃないから、表計算使ってた時は天文学的な、プリウスの一番安いやつだろ、うん、やりたかったことが簡単に、そんなこと言ったら怒られちゃうけど、サイボーズの、うん、あれではグレードでは、うん、
動物はライトが普通のハロゲンってことは、うん、人間はどうだろう。でもあれが一番いいかもしれない、うん、それからの一番いいかもしれないです、まあそりゃそうだよ、男感のようだわ、うん、環境先進マンションブランツ東京、だってそれが一番燃費もいいんだもん、うん、とことん聞く、普通に乗るには、うん、とことん理解する。私はまずあなたの専門家でありたい。 M&A に信頼を。あのトラクチにあるやつはおばちゃんが乗ってるけど、ダカオの値段でプリウスは買えるから。でも残ったらプリウスダカオは全然違うだろうから。ああ全然違うよ、うん、だってプリウスはやっぱボディでかいもん、うん、それなりに乗り心地もいいもん、うん、それで今のプリウスは独立機関になったじゃん、うん、だから余計いいでしょ。アクアはあくまでもアクアだよ、うん、いくらアブソーバー柔らかくしてポンポン跳ねなくなったって言ったって、うん、プリウスはアクアはアクアだよ、うん、高いのはね、いろんな雪のものくっつけたら高いんだもんね、うん、基本は安いんだもんね。そう、うん、だってホイールベースがないんだもん、うん、いくらアラブ4が500万したってね、プロにはかなり同じもんだもんね、うん、あ、飯食うかな、うん、飯食うから。おお、危ねえな。あれが行ったか行こうとしたんだ。